国政選挙について教えてください。過去に民主党が政権を取った際にうまくいかなかった記憶から自民党しかダメなのではと思い自民党ばかりに投票してきました。でも最近ルイキさんの YouTube を聞くようになり間違ってるかもと思いました。政権を取らないにしても与党議員を増やすメリットを教えてください。今自民党が単独で確か、衆院とか通せると思うんですけど、野党と話し合いをしなくても法案が通せるとなってしまうと、野党的な考えとかを無視しても別に何の問題もないんですよ。岸田さんがひどいことをしました。で、まあ岸田さんじゃなかったとしても、じゃあその裏金とかもらいまくりました。でも別に法案通るんですよ。なので別に、あれ裏金通っても俺たちの法案通るじゃん。じゃあ裏金もらってもいいじゃんってなっちゃうんですよ。で、現状じゃあ裏金を取ったその政治家たちに、じゃあ自民党としてペナルティを上げるかっていうと、特にペナルティはないじゃないですか。なんか派閥を解散とか別に何もしてないじゃないですか。っていう形で、単独で法案を通せないぐらいの状況ってなると、じゃあ他の野党とちゃんと相談しなきゃいけないよねっていう話になって、他の野党が納得できる形の、例えば今回の自民党が半数を抑えてませんでしたと。で、じゃあ法案を通したい。で、そのためにはじゃあ野党に10票はもらわなきゃいけないと。そうすると野党の方が今回の第三者委員会を立ち上げて、その裏金の追及をして、で、公式にどうするかっていうのを決める第三者委員会を作ってくれたら法案を通しますよっていう形になったら、岸田さんとしてはまあ法案通したいので、じゃあ第三者委員を作りますよってなって、第三者委員会でいろいろ調査をして、裏金の人たちっていうのをある程度罰則を与えるっていうのも可能になるかもしれないですよね。第一党は自民党でもいいんですけど、過半数を持たせないという方が、自民党が何かをやらかしたときに、自民党だけで物事が決められなくなるっていう形で、その自民党以外の人たちの意見を聞かざるを得ないっていう状況になるので、議席はもうちょっと減った方がいいんじゃないかなと思ってます。